こんにちは、Hiro です。こちら動画はアメリカから動画撮っています。で、今回のこの動画は、私の友達がカリフォルニアのロサンゼルスに行ってきた、えー、お土産でいただいたこの高級チョコレートっていうのをですね、一応レビューという、えー、形なんですけども、まあ、彼に感謝のね、こうちょっと気持ちをね、この動画に込めようと思ってね、今こうやって作ってるんですけれども、えー、こういったね、 コンパルティスっていう、こういったやついただきました。まあ、非常に高い高級チョコレートということで、えっと、アメリカはですね、まあ、一応一般的なみんなが手軽に買うチョコレートっていうのは、まあ、キットカットとかありますけども、うん、ハーシーズですかね。一番の大手はハーシーズだと思います。で、ハーシーズ、ミルカ、 うん、まあそんぐらいのところじゃないですかね、チョコレートって言ったら。であとはね、えー、日本からのそういった輸入品のチョコレートを買うとなると、ガーナと明治の2つ、2大巨頭ブランドありますけども、ガーナの方が多いかな、自分が行くアジアの、えー、そういうスーパーマーケットでは、えー、ガーナチョコレートが多いかなっていう感じなんですね。まあ、ただね、こういった風なね、こういう高級チョコレートっていう部門になりますと、 ロイスってやつありますねロイスはね、えー、日本の,あのみんなの、えー、日本人御用達の三輪っていうところがあるんですけど、そこのショッピングセンターというか、まあ、そうありますね、1軒ブースで入ってて、えー、そこはもう店員さん、もみんなスーツ着てね、もうパリッとして、えー、ロイスってやつ。 売ってるんででですすすけどねねねあれは高いです、ね、高いそうです、ね、自分で買ったことはない。えー、いただいたことはありますけどね。自分でちょっと買ったことはないんですけども、見た感じね、高級路線を行ってて、あめちゃくちゃ高いなっていうね、えー。そういう感じしますけどもね。えー、あとはね、ゴディバありますね。まあ、ただね、ゴディバはね、うまいっちゃうまいんですけどね。あれはね、なんかこう、専門店っていうよりもう、私はその、アメリカのディスカウントストアっていっぱいあるんですね。まあ、例えば TJ Max とか。 マーシャルズとか、ちょっとディスカウントし安売りで売られてるっていうね、そういうパターンがね、いっぱいあるね、ゴディバっていうやつあります。まあ、そんぐらいですね、自分がこう、知ってる範囲のチョコレートカンパニーはって言ったら、ロサンゼルスから買ってきてもらって、このコンパルテスっていうね、これはね、ちょっと一粒もう数ドルするっていうね、えやつ。で、もう全部手作りらしいです、これは。うん、全部。うん。 で、えー、結構、老舗で、えー、なんかマリリー・モンローだとかああのオプラっていうね、こっちのオプラ・ウィンフリーっていうね、あの有名司会者の、ね、女性の方がいるんですけど、なんかそういう人がね、えー、ご謀達してるっていうね、まあ、そういう話なんですけどね、まあ、実はもう一回ね、開けちゃってるんですけどね、もうちょっともう一回、えー、現物はね、こんな感じでね、えー、きれいにお、まあ、ドレスアップされてるというかね、えーこうひ、ひもでくくってあるんですけどね、ちょっとね、開封をしながらね、えー 見ていいこうかなと思いますえめちゃくちゃゴ,ゴージャスでしたよ。た、まあ、多分これもう3 4 0ドルするんじゃないかな。この1箱ぐらいで。まあ、よくそんなね、お土産買ってきてくれたの。<noise> ハンドメイド・イン・ザ・シティ・オブ・エンジェル <noise>。ということでね。 ハンドメイドっ、ね、手作りなんでしょうね、これ。でね、あの妻にね、こう名前見せた妻はね、知りませんでしたね、このブランドのこと。まあ、ただね、えー、こう文字的な、この発音的にこれは、あのフレンチじゃないかっていうね、えー、そんなこと言ってましたけどね、まあ、手作りで、えー、シティ・オブ・エンジェルスってんだろうね、エンジェル。シティ・オブ・エンジェルってこれロサンゼルスのことがね、うん多分そうだと思うけどね、えー、こういったね、えー、やつ入ってますね。でもあの 1>, 1週間から2週間で食べてくれっていうね、えー、そういったこともま生チョコの部類に入るんでしょうか。で、こういうふうにして、えー、綺麗なゴールデンのパッケージで入ってるんですがあ、めちゃくちゃ綺麗ですよ、これ。ね、こういうふうにして。いや、こんなね、買ってきてくれたのはね、だあの、男性のね、友達なんですけどね、まあ、こういったね、気配りがね、できるんですよね。で、この、これがさ、全部、こう何、柄がついてるやつ、これが全部、手作りってとかすごいよね。 よく手作りでこんなの作れるよね。へえ。ちょっとね、1個、えー、ちょっと食してみますね。うん、何がいいかなこうグブルーが1個しかないんで、ちょっとブルー行ってみますか。ちょっとこれで、これで数ドルって恐ろしいね。これチョコレートだぜ、これ。んんあ、うまいね。うまいね。 外側はあのチョコレートの感触ですけど中にとろっとしたチョコレートが入ってるんで2層タイプのやつですねうんいやこれはねこれはうまいね、うん、ちょっとグリーンこれ味違うのかねデザインが違って味が違うのかなちょっともうもう一本いってみますよ、うんっ これは違う。んこれはさっきの、ドロッとした、ドロッとしたやつはまた違って、中が今度、パリパリな感じしますね。んうん、パリパリな感じがする。味もちょっと違う。ナッツ系が入ってるかもしれない。うん。うまい。うん、高級な。 ワッフルのパリパリしたやつがすごい繊細なきめ細かいタイプで入ってるっていうそんな感じのやつということはということはこれはもうすべてのチョコレート多分中の味が違うと思われるこれとこれは同じ色だったからこれは同じかもしれないけれどもタイプの違うチョコレートが入ってるということですねうん これを全部食べるわけにはいかないんですけれども、うん、この、えー、ロサンゼルスのハンドメイドのチョコレート、これはね、すさまじいねあの、味もうまいしね、このね、あの口の中に入れた時の、ね、食感が、えー、これすごい、この食感が今度、この2、4、6、8、10通り試せると、まあ、中には同じ、えー、ものも入ってるかも分かんないけどね。うん いや、だけど、うまい。うまい。いや、本当にね、ありがとうございましたですよ。こういうね、友達を持ってね、まあ、俺はね、幸せだなと、えー、つくづく思いますね。これは後で美味しく、えー、妻と一緒に、えー、食べようと思います。この、コンパリティス。コンパリティス。ね、あの、美味しくいただきました。ね、これは、ね、私のね、友達にね、あの、感謝と、えー、共にね、このね、動画をね、捧げたいと思います。はい。 皆さんご視聴ありがとうございました。